ミスリンゴのお姉ちゃんたちから子供たちはやや照れながら小さな手でリンゴを受け取りました。台湾の児童保護団体家父基金会は2002年から毎年日本の一般社団法人青森県リンゴ対策協議会によるリンゴの寄贈を受けています。今月12日家父基金会の台北市のサービスセンターでリンゴの寄贈式が行われました。基金会の支援を受けた子どもたちはリンゴを美味しそうに頬張っていました。青森県リンゴ対策協議会の香川雅人会長によりますと、17年間リンゴを寄贈してきた理由として企業の社会的責任を果たすほか、毎年子どもたちからの感謝状も原動力となったということです。家父基金会台北市サービスセンターの謝教文主任は、对于孩子来讲，我们其实也希望他们传递到他们做每件事情其实都是很认真的。那要很尊重。寄贈していただいたリンゴはどれも相手が愛を込めて作ったものなので、ぜひその愛まで感じてもらいたいと話しました。家父基金会は謝意を表すため、子どもたちと一緒にリンゴの串刺しを作り、青森県リンゴ対策協議会とともに頬張りました。謝主任によりますと、17年の絆により双方はすでに親しい友達となったということです。子どもたちも親たちも毎年日本の友達の到来に期待している。先生、青森のリンゴの人たちはそろそろ来る時期じゃないかと友達と再会するように楽しんでいたようだ。はるばる日本からやってくる年に1回のリンゴの寄贈は台湾と日本の深い絆を結びました。子どもたちは美味しいリンゴが振る舞われるとともに恩返しや社会に還元することの重要性も再認識しました。